メカニック TV なんてやってる場合ではないと思って。メカニック TV 婚活みたいな会やります、ね、そうだね、そういうイベントも開いてもらおうかな、はい、あ、条件私よりいい車乗ってるね。はい、皆さんこんにちは。メカニック TV サポーターのうさぎです。本日も整備士や自動車業界の気になることを話していきたいと思います。ゆきさん、よろしくお願いします。お願いします。今日なんですが、メカニック TV に寄せられた視聴者からの悩みや質問のお便りについてお答えしたいと思います。では早速ですが、本日のお便りを読んでいきたいと思います。ディーラーで働いて2年目です。結婚が決まり、実家から出ることになったのですが、正直お金が足りません。現在の手取りは17万ほどです。家族手当がついても大した額はつきそうにないです。現在転職を考えているのですが、潰しの効く検査員の資格を取って転職をするか、早めに転職をして給料のいいところに行くか、どちらがいいでしょうか。整備士2年目の自分が給料が今より上がるところはありますか、という質問。2年目で結婚、22とかいいなどうしたら結婚でできるの。あれ独身だよね。独身です。22歳で結婚してるよ。すごいですね。やばいね、うちらより何、うちらには何かが足りないから足りないんですかね。もうすごいな、2年目か。気になるんですけど、この潰し抜き検査員の資格って何、まあ、検査員ってさ、国家公務員って公務員なんだよね。だから仕事がなくならないとかじゃない。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。でも検査員が給料いいかつ、それもまた難しいけど、2年目でしょ、はい、2年目だと、検査員になるためには、はい、まず会社からもう君主任者やっていいよって言って、まず認めてもらわなきゃいけないのね。主任者ってあのサインとか書け、あ、最後のサインするところ、そうそうそう、それをまず会社が君じゃあ主任者やろうって言ってから1年経ってからじゃないと検査員って取れないんだよ。もうそういうルールがあるんですね。そうそうそう。だから、まあ、2年目ですぐ給料上がるっていうのはやっぱ難しいけどな。整備士としても2年目ってまだまだな。うーん、いちいち彼がね、その検査員の、ね、資格を取れる状態かっていうのもわからないですし、どうなんですかね。だからね、給料がいいところは他にあると思う。手取りで17万って確かにちょっと安いかな。今整備士どこも人材不足で、転職をアドバイザーみたいなさ、これレソリューションとかもそうだけど、ね、もっといい給料がいいとか、うん、もっと君に合ってるとかを探してくれるんだよね。あ、そうなんです。すごいいいですね。そうそうそう。自分で履歴書とかも代わりに書いてくれる。自分で書かないでいいと。え、履歴書書いてくれるんですか。で、一緒に企業行って一緒に面談とかしてくれる。すごいいいじゃないですか。で、それそこで、そう、それにしましょう。場所によっては住宅手当が出たりとかするのねディーラーで住宅手当ほぼ出てないと思う、今だったら。家賃半分出ますとか、そういうとこも。だから逆に手取り17万だけど家賃半分出してくれるってなったらさ、これはこれでまた確かに、その実家から出ることになったからっていうのはありますね。そう、だから手取りをすぐ上げるっていうのは難しいから、じゃあ住宅手当が出る企業に転職するとかはいい気がするな。でも検査員を持ってた方が転職しやすいとは聞くんだよ。あ、そうなんですね。真面目な感じがするんだろうね。私もなんかやっぱちゃんと会社がさ、主任者になってもいいっていうほどの人材で1年頑張って検査、一応公務員、うん、で確かに公務員っていう響きはちょっといいじゃんね。確かにこうなんかこう信頼ができるとかそういう、ね、だからいいけど、今すぐだってもう結婚決まっちゃったんでしょ。そうですね今より。そうですね、決まっちゃったんだもんね。でも出るんだもんね。はい、実家を出るということですね。でもこの半年で給料上げるって考えたら、はい、やっぱそういうアドバイザーに住宅手当が出るとか探してもらうとか。そうですよね。やっぱ自分の知識とかその周りだけでは限界があるので、そうだね、そういう相談とかね、うん、乗ってしかもだって結婚してたらさ、もう一緒に同棲するわけでしょ、実家から出るって。そうですね。そういう暇もさ、やっぱないとは思うんだよね。あ、探す暇とか。そうそうそう。転職してる最中って奥さんちょっと不安じゃんね。確かにそうですよね。そういう不安を取り除くのも仕事じゃん。なるほど。そう、いろいろ大変な感じがします、ね、だからそういうアドバイザーにやらせるやってもらえるところはやってもらった方がいい気がする。そこで自分でお金払ったりとかしないからさ、このアドバイザーの人に。あ、そうなんですね。ちゃんと探してくれるから、そういうのがいいと思う。この相談師さんね、整備士まだ2年目ということで、ね、2年目なんだよね、はい、だからまずそこ頑張んなきゃね。そうですね、まだ2年、これからまだまだこれからですからね。知識とかやっぱもっと実技を
くんですよね。もっと学ぶこときっといっぱいあるのかな。そうそうそう、10年も経てば給料は良くなるんだよ。けどもう結婚が決まっちゃってるからね、うん、10年なんて待ってらんないよね。そうですね、もう確定事項ですよね結婚が、うん、君が整備の勉強を頑張るっていうのを前提のもと使えるとかやってもらえるのは他の人に頼んで奥さんのフォローをちゃんとする。そうですね、あと整備士の仕事、うん、やっぱ奥さんと仲良くするってのが一番大事なんじゃないの。そうですね、あの家庭マンがね、その整備士の力もね、スキルアップするかもしれない。しかもただ手取り17万でも結婚していいって言ってくれてんだから君の奥さんは。そうですね、すごい大事にしないといけないです ね。だからそこを不安にさせないっていうのがやっぱ一番しなきゃいけないことだと思う、男としてかな。ということで頑張っていただいて。さて本日のまとめはこちらです。本日もありがとうございました。最後に質問をくれた方に一言メッセージをお願いします。結婚おめでとう。おめでとうございます。うちらも後に続けるように頑張ります。私にする気ないの。私もないけどなんかしなきゃいけないかなって最近なんか孫が見たいとか言われて、すごい急な私はね今年30だからそうそう婚活メカニック TV なんてやってる場合ではないと思って。メカニック TV 婚活みたいな回やります。そうだね、そういうイベントも開いてもらおうか。あ、条件私よりいい車乗ってるね。それすごい大事ですね。難しいですけどね。それをね上の人いるかもしれない。メールしてきて。はい、ということでメカニック TV では整備士にまつわる悩み相談を募集しています。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメントからお気軽に投稿してみてください。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかねうさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の後にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。